マンダリンオレンジの缶詰マンダリンオレンジの樹木年、キツオール、露天賞、マンダリンオレンジは、未完族の柑橘類。常緑低木で白い花をつけ、秋から冬に食用となる果実をつける。花皮が薄く手で剥くことができるのが特徴である。マンダリンの原産地は、インドのアッサム地方で、これが、交雑などで変化しながら世界各地に伝播したものと、考えられている。 中国経由で日本に伝わったものから、温州みかん、一方中東を経て、地中海沿岸に伝わったものから地中海マンダリンや、クレメンティン、さらに、モロッコからフロリダに伝わったものから、ダンシー・タンジェリンといった栽培種が発生している。タンジェリンはマンダリンよりもみが大きく味は薄いが、香りが強い。また、マンダリン・ダンマリンといった小型の種は、 南半球で生産されている。マンダリンとタンジェリンは、植物学上は、同一分類のシトラスレティキュラータ種に属し、成熟した果実の可皮の色が黄色から、大々色のものをマンダリン、大々色から赤色のものをタンジェリンと呼ぶ。なお、ポンカンもレティキュラータの仲間である。マンダリンは、中国清長の管理のこと。彼らが身につけていた服の色による。タンジェリンは、 タンジール人、つまり、モロッコ人のことである。火皮が剥きやすく酸味が弱く糖度が高いため、生殖用に多く消費されている。漢方で使われるチンピはマンダリン、または、ウンシュウミカンの皮のことである。マンダリンの乾燥させた火皮を漬け込んで作るリキュールが、マンダリンである。また、マンダリンの火皮を圧搾して、マンダリンオイルという精油が取られ、香料やアロマテラピーで用いられる。 アロマテラピーでは、オレンジやグレープフルーツより刺激の少ない後期が、子供に好かれやすいとして重宝される。中国では、立花、または、キツという。暗示春秋の内偏雑した第六大重章に、南立花北から立ちという言葉があり、これは南に植わっている立花を北に移せば、から立ちになるように、人は場所によって影響されるということを表している。屈原の死に、 立花賞があり、手記は、素父子中の中で、旧説、屈原寺非施設女立花の深頭しこれや、変な意味なっぱなしこれ、や、こと立花の高血、下避白衣、よりつも、ため造寺広法の、またいいたくなり、という。またオフのは、素父子通尺の中で、立花賞を表して、立花社、南方の書きなり、元日物類史、ため雪き賞、 二次畑園、樹名、不戦、南をし子ごえきその志一位。キツ福子淳、湯中心聖心を襲国、横地不流刑、湯君子、雑小女癖、しかも不随横逆もっとも流といった。宋代の詩人で、闘争八大家の一人である素職は、増流刑文の中で、一年後継君好き、最善投稿立花緑児と述べている。この他に、俗児のキツには、 基地上の基地が含まれるため多くの人が春節にこの木の盆栽を買い求め年季と称す。かつて、神では高級官僚によって皇帝に尊敬や忠誠の証として献上されていた。ありがとうございます。